先行公開やってまいりました。うん、次の伝説降臨ですね。はい、見ていきましょう。ただね、また悟空まあまあまあ見ていきましょう。いやバトルカードはかっこいいっすよ、かっこいいっす。でしかもまた地属性というかね、うん、また悟空もうええわ。劇場版ヒーロー最後の切り札150ですね。はい、なので祭りではないです。はい、で気になるパッシブ、地球丸ごと救う光、自身の記録プラス5、アタック伝説 150%、 敵が1体の時必殺技発動時さらにアタックと伝説 100%、 敵が2体以上いる時はさらに記録プラス5、2体目以降の敵の数1体につき超必殺技発動時さらにアタックと伝説 30%、 最大150、敵にとどめ刺すバトル中さらに記録プラス5、アタック 59%、 記録メーター21でさらにアタックと伝説 100% と。おー強いな、強いけど天下一武道会より、いやまあ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 、でバトル開始から3ターン目以降 HP59% 以下で発動可能、またバトル開始から5ターン目以降敵が1ターンで発動可能で一時的アタック超幅上昇の相手究極ダメージを与える元気玉ですね。いやーかっこいいっすよ、演出めちゃめちゃかっこいいです、映画のワンシーンですね。はい、ただねまた悟空ね、気になる必殺技っすね。はい、紀元山です。一旦アタック大幅上昇の相手に極大ダメージを与えます。で、これは普通の必殺技、失礼。あれ？超筆どこだ？超筆どこでしょう？あー、10倍回避、OK、これこれ。うん。一旦アタック大幅上昇の敵全体に超極大ダメージを与える。まあ、天下一武道会要因になりそうな気がするというか、最近敵全体必殺持つキャラクターバシバシ増えていってるけども、ガードついてたら魅力あったな。また悟空かまあまあまあ惹かれる方はね、まあ神引き、願っておりますというところで、まあ今日はねドッカンバトル公式ツイッターさんの方で、次の伝説降臨の新キャラ先行公開、飛び交ってまいりましたんで触れてみたという動画でございました。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。